そこの A 地点？A 地点。あそこはね、こっから向かうとちょうどいいはずなんだけど。あそこはレーザーサイトがある。レーザーで、俺サイそれト。も撮ってるぞ、俺。え？撮ってないよ、まだ。僕は。うっそ。え、嘘。いつの間に撮ってた？あれ、一回来たけど、お前撮るの忘れたんじゃね？あれ？ここ来たことあったっけ？あったかもしんない。ちゃちゃっと回収しちゃおう。あ、じゃあ先にさ、まあ、ヘリもあるしね。まあ、乗り物を調達しない限り、どこにも行けないな。敵がいるぞ。敵はいるってか。いるな。あ、あれか。情報らしきものもあるな。あるな。あ、中にいた。敵グループを発見。おっと、筋トレ中か、よ君は。し。はい、動くこんにな。ちは。ターゲットを排除。アップない。で、その建クリ物のア。中にみんな大丈夫か？情報があった。これは資料だ。うちの子ったら、ベッドの子犬よりあなたのことが好きみたい。それでサンタブランカに入りたいって。まだ10歳だけど、父親譲りで体も大きいの。このテープは。ありがとうお姉さん。ベリコ泣いちゃいそう。エルスエーニョに話しておくよ。若い兵士は使えるからね。危な。ハングリーなやつは大歓迎だ。じゃあ今日はあいつここは終わりまで。だ。みんなのフェイバリット DJ ペリコの放送。武器ケースを見つけた。今、DJ ペリコって姉がいるんだ。はい、いるんだ。いいね。ハントこいつのおは使えそうだ。話。よし。レーザーサイトゲットで。で、次はね、ここは回収してないよね。SMG。それは回収しない。じゃあ、これは取りに行こう。オッケー。ヘリコプター、ここ来たことあるわ。取り忘れてたね。あるよな。ヘリコプターはないね。物資は回収するけど。車で行くか。オッケー。捕まってろ。俺が運転する。おっと、道が。ああ、これまた別の地帯に入っちゃうっていうか。いや、入んないでしょ。いや、このルート案内だと入っちゃうな。先にね、じゃあスキルポイントの方を目指して行こう。それ入んなくね？OK。武器の地点マークしてたらね、一回踏んじゃったんだ。マルカ地方にちょっと入っちゃうから。なるべくそれは避けたい。そういうことか。施設？OK。ああ。施設があるのか。なんかカルテル、なんか遠入くり口にを爆ポツポツ破。といるのが気になるな。なんだろうね。先に見えるだけやっとく？ああ、結構いるな、本当に。そこまでドンパチするつもりはないしな。ああ。あ、武器こん中、あ、スキルポイントこん中か。これ爆破する感じだね。静かに開く方法ないのかな。 無理でしょおい。まあ、開けるからいいけど。C4 設置完了。離れろ。はい。倒した。突入。入り口に。痛い痛い痛い。
もう一人いる。もう一人。おお。さあ2階だ。よしよしよし。時間がない。さっさと行くぞ。仕留めた。よし、オッケー。でこれをハッキング。下の連中にはバレてね。オッケー。でスキルポイント取った？これが表彰メダル、うん、取った。よし。シリアルのおまけか、空軍のメダルだな。お前たちはよくやってくる。着信。これが美しい友情の始まりというやつか。ああ、それでいいと思うぞ。最後まで一緒に戦うつもりだ。信じている。我々の撒いた種はいずれ実となるだろう。ビバボリビア、ビバラレボリューション。そんなこと言うんだ、カタリ。うん、ああこれ武器ケースの回収と一緒にサイドミッションガソリンがあるね。ガソリン？ガソリン。あ、これ武器がこの下だ。あ、どの道制圧しないといけないな。制圧か。さあ無駄な戦闘を避けて武器だけ回収しちゃいたいな。そうだね。あーでもそっか、あのヘリを回収したいんだよ。あのヘリの周りの敵は始末しよう。ドローン飛行中、敵、新たな敵を発見。隊長をマーク。あいつで5人だ。うん、ここの周りは5人だ。5人ね。接近、ちょっと待ってね。あの警報ないか、うん、この付近は。ドローンなさそうだね。ないか。なんか採掘場っぽいし。まあこれはね、ポンポン始末していくしかないね。こっからの位置だとこいつは撃てそうだけど、どうだ。そいつ、いや、そいつ撃ったら絶対死体バレると思うんだよ。いや、多分ね、これどこ撃ってもバレると思う。そんな時の陽動グレネード、陽動使ってもバレると思うけど。お？ OK。 敵を排除した。よし、倒せ倒せ倒せ。 OKOK。 奴らの幹部が逃げようとしてる。幹部なんて知らない。あ、倒した。幹部なんてどこにいた。オッケー、ナイス。あ、向こうの敵が警戒してるんだ。あ、まあいいや、武器を回収してからだから。ターゲットの野郎は車両の中だ。こっちは向かい撃とう。おーっとっとっと。キル確定。支援物資が、武器は一番上にあったな。タンゴダウン。オッケー。おっとバレた。お、殺傷力が低いな。あ、車両来てるぞ、敵の。ん？車両も来てる。めんどくさいな。車両来てるけどあんまり敵いないな。なまだ、あ、いたいたいた。敵を排除し、よし、あ、ここ物資たくさんあるよ、ここマジで。クリア、うん、もう大丈夫だ。こっちの建物3つある。おお、いいね。よいしょっと。おお、これもだ。あとは武器の回収をさせて。よし。これ外側の階段か。うん、外だね。
SMG のパラメーター見てみた？ああ、今見るわ。まだ見てなかった。L スエア。ああ、SMG。命中精度がものすごいことになった。それは、当たるという意味で。超低い。当たらない。当たらない。それは困ったな。命中精度が当たらない。で、発射音域がもう半分しかない、ね。どれどれ？ああ。ちょっとハンドガンな、うん、ハンドガンの良さをちょっと潰してしまうな。そうだよね、まあ、使うことがあれば使おう。あんまなさそう。弾回収で、この地方はあとパーツケース一つだ。だからまあこの後さっきあったヘリをとりあえず仲間のとこに預けて、うん、ストーリーといこう。Okay. パックカタリの通信技師がオリコダムで捕虜になってる。とりあえずヘリを回収だ。ヘリコの放送システムをハッキングするために彼を解放しないといけないわ。どこ行ってんだ。なんか登れたからさ。ヘリこれか。いや視界がすげえ悪い。うん、なかなかの物資が乗ってそうなヘリだけど。この暗号を自分たちで解読できればいいんだ。時間は節約できるよな。悪いな、銃を撃つのに忙しかったからプログラミングの資格は取ってない。 1.5 キロ。頭が痛くなるから取る気になれなかった。でもね、この辺のこれはどうして降りたんだい。いやちょっとパスパスやってたんだよ。はい、まあリロードするじゃん。はい、なんか降りて武士だよ反乱軍。輸送ヘリを奪って反乱軍に協力する。最高だな。よし、ひどいわ。スキル3ポイントか。マークエリアもっと拡大しよう。ドローンのファストトラベルで目的地。パックカタリの通信技師がオリコダムで捕虜になってる。ペリコの放送システムをハッキングするために彼を解放しないといけないわ。あのプカラデルタ移動しよう。あ、オッケー。まだ雨か。雨だな。道中に武器、もしかして あったこれか。 あるよね、うん、これは取ってないよ。あれまたサイドミッションあるってことは、ここ多分カルテルか誰かいるね。いるな。行くぞ。おい、俺が運転する。よいしょ。あ、なんだろうあれ。あ、ダムか、あの先にあるのは。うん、ダムだ。おお、あら、ハマっちゃったね。降りろ。ハマっちゃ車はここまでだ。おい、数百メートルしか行ってないけど。数百メートルで車廃車させるやつがいたら、車なんだよ。足りないけど。あ、飛行機あるね。あれを回収だ。おう、あれ、ここ何があるんだっけな、パーツは。サブマシンガンのロンバレ。ロンバレか。あ、 MP5 ちょっと弾すぐ落ちるから、ああ、いいじゃん。装備できればいいな。タイヤが積まれてるあたりだ。2人目のターゲットだ。よし。はい。さて、索敵。索敵だ。ああ、ドローンの索敵範囲が広がってる。まあ、こんなもんか。こんなもんだ。こいつやれそうだね。こいつやるわ。OK。よっ。しのぶだ。グッバイ。じゃあこいつやるかな。あ、こいつ？こいつか。あ、チェックできないや、こいつ。うん、なんかできない。あ、重装備のやつが死体の方面に。こいつ立ち止まったらやるね。あ、オッケー。おっと。これなんで警戒してる？両道。あ、陽動か。陽動陽動。行ってくれよ。
ヨド投げたって。いや、下の方行ってるからさ。見つかる。ん。お。よしよしよし。やった。あと一人。出てて。よし。ナイス。さーて。クリア。ここに武器ケースがあるぞ。これつくかな MP5 に。うーん、まあサブマシンガン用だからつくと思うけど、ね。あ、つく。よっしゃ。いいね。ロングバレル。あ、劇的に上がるわけではないけど。うん。何してんの？トランクに入ったり出たりで遊ぶ人なんている？ちょっと動きがシュールだったから。ああ、短い滑走路。あれ10キロだと遠遠、めちゃくちゃ遠いじゃん。あ、待って、それ新しい地域モロ入ってるよ。本当に？うん。どれどれ。おお。乗ってしまったものは仕方がない。いやマジかよ。あ、別に途中降りてあの制圧しといてもいいんだよ。行きまーす。本当に行った。あ、じゃあ索敵だけ済ましといてもらえるかな。はい。敵はいる感じか結構。いや、4人しかいない。4人？全然いない。あと 2.5 キロ。本当にこれだってもろ新しい地域、まあ、だけどちょっとか噛んじゃった地域だから、まあまあいっか。よしよしよし、着陸態勢だ。あれか、ちょっとそれはない。ないないない。待て待て待て。バカ。着陸。今すぐそっちに行く。オッケー。ん、あれ？うまくいったな。あ、オッケーだね。よし。ナイス。よしよしよし。あ、だいぶ遠くに来ちゃったな。なんか追跡されてる。ダメダメダメ。あ、なんか爆発したな今。迫撃が飛んでくるんだけど。まだそっちの様子が全く分かっていないんだよ。いやーちょっとね、待って、今すぐ行くから。うん、あー、やばい、ユニだったしね。ユニだった。ちょっとまたユニだったか。よーし、やってきたぞ。はい、なんだここ。はい。あ、物資がある。ちょっとさ、はい、重装備にしてもいいかい？なら、あ、マシン、LMG かな。あ、でも警戒解けてるな。ちょっとね、ユニだ、大丈夫かな。あれ、どこ行った？そっちにいるのか。うん、ちょっとユニだとね、道路走ってきてさ、こっち行かざるを得なかった。オッケー、俺まだ警報っていうかね、警戒されてないから。あ、サンタブランカが攻撃を始めてる。基準を確認。おっと、俺も警戒され始めたか。こいつをなんとかやりたい。頭を出せ。 OK。 でね、ヘリが飛んでんな、あれ。ヘリどうするか、あれ。え、でユニダットはダメだ、引くんだ。うん、よいしょ。3人目を発見。あのサーチライト。いや、ヘリね、ちょっとしゃがんでこう。オッケー。ヘリが来るぞ。あれ、運転手さ倒したら全ヘリもろとも落ちるんだよな。まあ、それはそうだと思うけど、狙えるあんなの。無理だわ。つかもう向こう行ったから大丈夫じゃない？そうだね。
あ、なんでこんなところに一般人いるんだ。なんかこっちすでに警報かかってる気がするんだけど、警報器どっかにある？あるあるある、ドローン準備完了。あるある、あれか、もうすでに警戒されてるね。あれあれか、よし、お、やっと有利だったわ。警報解除。さあここは派手にやるぞ。あ、光った。あ、あれ一個ずつ破壊なんだ。あ、でも消えた。確保すべきやつはもう目と鼻の先にいる。通信技術者のためにここまでやるとはな。反乱軍に貸しを作ってると思えばいい。反乱軍たくさんいる。損することはない。とにかく掘り落とすんじゃないぞ。オッケー、サプレッサー外しちまえ。あ、いや、サプレッサーつけとこう、うん、反乱軍がね、たくさんいるんだわ、これ。いるな。あ、捕まってる、みんな捕まってる。あー、なるほど。やばいやばい、危ない、たくさんいる。このコンテナの隙間から見てみて。やめて。あ、待って、殺されてる。あれ、殺されちゃいないか。ちょっと注意を向けてみるか。うん、お、おお、ナイス。お、あ、バレた。あ、バレた。いてててて、スプレッサー外せ。おお、で、牢屋の鍵を。あった、危ねえ。牢屋撃てばいいよね。そうだ、待って、みんなめっちゃ一斉に喋ってるね。いたいたいた。あ、OK OK、みんな出ろ出ろ出ろ。よし、おし、よくやった。片付けて先に進もう。資料獲得。こっちも開けちゃおう。あ、もう資料もう一個あるわ。もう一個ある？もう一個ある。資料を。俺たちの友人パックに言われてきた。そうか。行こう。待って待って、行くのが早いよそっち。捕虜さんだよね。うん、こんなに大きなダムがあるとはな。いやいや、地元住民が水を引くのに使ってるんだ。先導大きすぎじゃないか。誰かさん、ボリビアの農業を甘く見てたみたいだな。車あるね。先導。あ、ヘリでもいいのか。ヘリ乗っけてくか。だな。よし、これでこの地方はクリアだ。よし、任せろ、俺が操縦する。ちゃんと来てる、うん、死なないでよ。で、1.4 キロか。うん、ハック語りの下で働いてはいるが、俺ごときを救出するためにアメリカ人を派遣するとはな。お前の専門技術が今の任務に必要なんだ。エリコのラジオ信号をジャックしたい。冗談だろ、うちの嫁がファンなんだ。あいつは敵だぞって言ってんのに。でも面白いじゃない。だもんな。かなわないよな。ちょっとミッキーっぽかったな。確かに。よし、ね、こっちはジャックすることが目的だから、その嫁が好きだとか関係ない。到着。これはムービー画面になるね。うん、インタラクト。助かった、ありがとう。
この放送は思ったより効果があるのかもな。まだ分からないぞ。まあ心配するな。できる限りのことはする。じゃあな。サンタブランカラジオに注意して、うまくいけばパック語りの演説が放送される。了解。ボーマン瞬間移動するな、いろんな地域に。パック語りの放送が国中で流れてる。よし。ペリコはもともと笑い者だったけど、これでスエーニョの面目も丸つぶれね。世間の反応ってのはどうやって測ってるんだ。うちのソーシャルメディアチームが自撮り画像を撮る合間にネット動向をチェックしてるの。もうハッシュタグ DJ ペリコで最高に笑える画像が出回ってるわよ。技術者はボーマンと気が合いそうだな。動画出た。反乱軍の演説をラジオで流すのにここまでやる必要があるのか。ボーマンは反乱軍に自分たちの作戦だと。おいっ。ラモン・フェリス、ブロガー、ネットジャーナリスト。真実を伝えることだけを目的としていた。だが誰にとっての真実だ。奴は真実が一つだけだと勘違いしていた。しかし真実とは勝者が綴るものだ。来る日も来る日も奴はブログで私を中傷し続けた。当然手を打たねばならなかった。そこでハッカーを雇って奴を探させ仕事を持ちかけた。私の真実を伝える方がためになると言い含めた。真実が奴を生かした。奴が望んでいたのは真実を伝えることだけ。そして身に余る真実を手にした。ペリコもカルテルも何もなかったかのように振る舞ってるけど、反乱軍の放送は住民たちに希望を与えたわ。サンタブランカと戦いたい人が殺到してるって連絡があった。これが正しい選択だといいが、一箇所に力が集まるのはあまり良くない。社会主義者が力を持ちすぎるのが怖いの？冷戦時みたいな発言。何してんの？ CIA 工作員に入れた。そんなこと言えるな。さあ次だ。また連絡する。よし。なんかまた新しい演奏したりして、よってこの地域はクリアだ。アクユはもう手に入れました。 ACR はもう手に入れましたが、 ACR まだ手に入れてないよね。うん、ACR まだだね。まあマップのね、まあその進み方にもよるんだろうけど、まだ ACR には出会ってない。今度はね、あのプカラの下部分、まあ、マルカってと、まあ、ちょっと踏み込んじゃったけど、マルカってところ、はいはい、行こう。もう顔割れてるしな。はい、お疲れです。なんかこれマップよく見たらさ、多分このドクロマークみたいなものは難易度でしょ、きっと。もう終わり。そうだよね。はい、もう終わりっていうか、もう2時間以上やってるわ、もう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。よし、マルカね。また今度。やっていこう。あ、の前に武器手に入ってるよね。また新しい。うんうん。SMG11?11? とか。サプレッサーなし。うん、よし。じゃあ終わりますか。はい、お疲れ様でした。腰が痛いよ。